安田善介二代、安田善介没年不詳は、日本の実業家。日後銀行頭取、小港鉄道社長、水戸鉄道社長等を歴任した。安田八五郎と常の次男として生まれる、陽明光次郎。1900年に、安田善介が死去すると養子となって、家督を相続し、善介を襲名した。1902年共済生命保険社長。 1922年帝国製ア社長1923年安田銀行監査役1928年肥後銀行頭取安田商事社長小港鉄道社長法天制ア社長水戸鉄道社長東洋火災会場再保険取締役熊本電気取締役東京火災保険取締役中国鉄道取締役正隆銀行監査役 富山銀行監査役、講和企業監査役等も歴任した。安田全三郎の一族からの追放にあたっては、大きな役割を果たしたとされる。父の安田八五郎は、旧姓、大田八五郎といい、安田財閥を築いた、初代安田全二郎の妹、常の婿となった。安田銀行重役。妻とらは、鍋島剛の四女。長男、孝一郎の妻藤子は、 小笠原町民期の三女。長女の美党は小倉石油幹部の小倉彦三郎の妻。次女の玲子は二代目、田村小間次郎の妻。三女の吉江は大橋光義長男、松尾の妻。安田伊蔵は陽帝。安田善次郎は重帝。田中冬治は老い。ありがとうございます。